か、俺のこと興味ないよね。レッスンに戻ろう。あ、一つ聞いていい？前園の授業どうだった？あいつのことだからどうせハワイに行きたいとかそういうこと言ってたろ。なんだかな、どうしてもっと生徒さんにとって生産性のあることを言えないかね、あいつは。じゃあ後半やっていきます。誰が生産性がないって？あら、君と二人でハワイに行きたい。 I want to go to Hawaii with you。 あくまで例文として伝えただけだ。それの何が悪いんだ？例文に市場が混じってるだろ。お前のよく言う個人的見解がさ、それを言うのは生徒さんの勉強のためにならないって言ってるんだよ。お前、生徒さんの授業は何だと思ってるんだ？たく。あ、安心して。僕が君を守る。I will protect you。そういうお前の方がよっぽど市場混じってんじゃないのか？そんなことはない。もういい。なら彼女に直接聞いちゃおうよ。君の心の奥を見せてもらえないかな。Could I see into your heart? なんだお前は。なんだ君はってか。What's your problem? そうです。私が彼女を愛している男です。I'm the man who will love her。ふざけるな。彼女は俺の天使だ。She is my angel。僕の天使だ。She's my angel! 逃げないで! Don't run away! 僕は永遠に君といたい! I want to be with you forever! 僕は君なしじゃいられないんだ! I only need you! 前園先生?はい?この時間は後ろ田先生の時間です。退出を願います。Get out! Get out! まったく。事務員、ありがとう、助かったよ。じゃあレッスンを続けよう。いいえ、後ろ田先生も。ゲラえ？授業時間、終わりのチャイムすでになっています。お疲れ様でした。ゲラ。バタついたようですが、 B のコマもお疲れ様でした。後ろ田先生はどうでしたか？授業は気に入っていただけましたか？人柄はどうでしたか？好きなタイプでしたか？ああ、一つ言っておきますけど、形式通りに聞いてるだけなんで、別に市場はないんで。ただ言っておきますが、あの先生に優しくされても勘違いしないでください。あの先生、売り上げ主義なんで、興味ない人にもとても優しいんです。仕事です、仕事。てか、興味ある人に対しての方がむしろ別に興味ないって言いますし。なんで授業で優しくされたと思いますが、それはサービスなんで、本当に好きならむしろ愛想ないんで、勘違いされないように。じゃ、受付で次の授業を予約されてお帰りください。お疲れ様でした。あなた、事務の人にすごい嫉妬されたね。大変。僕思うよ、あなたのこと前園先生と後ろ田先生きっと取り合いになるよ。大変。今日は本当にありがとう。君は僕の天使だ。また会えるよね。君に会えて本当に良かった。君の心の奥をもっと見たいよ。君と心の英会話、また一緒に必ず。